こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のカート取得率のですね、確認方法についてお知らせします。出品して売れたら、カート取れてるだろうと。取れてなくても売れれば、それでよしと。それはそれでいいんですけど、ただね、実際なかなか売れないからなんでなんだろう。カート取れてるのかな。カートどれぐらい取れてるのかなって確認する。あるいは、カート取得率ね、気になるからチェックしたいと。成約率チェックしたいと。そういう場合には、細かく数字が見れるビジネスレポートという機能があります。これはね、分析しなくても別に売れたのを補充すれば済むんで、あんまり説明してないんですけど、ただ、カート取得率確認できる方法は、ここを見ると確認できますのでお知らせしておきます。まずセラーセントラルのレポートからビジネスレポートというのをクリックして、で、このですね、バイエーシン、ディテールページセールスアントラフィックス。ここをクリックすると、こういう数字が並んでます。で、ここのですね、セッションパーセンテージっていうのが、カートが取れてる率です。違いましたね。こっちですね。バイボックスパーセンテージですね。バイボックスパーセンテージがカートが取れてる率です。45%だったらね、半分近く。1%だったらほとんど取れてないと。ね、100%は全部取れてる。全部取れてるってことは、独占で出してる商品ですよね。こういうふうに、チェックできます。やっぱね、1%とかってあんま売れないですね。1178も見に来てるのに、4つしか売れてないと。かたやね、100%の方は、2人しか見に来てないのに、1個売れてるとかね。そういう率になってます。だから取得率、カート取得率と、このセッション数を見ると、やっぱりね、カート取れなきゃ売れないんだなってね、よくわかるんですけど、結果からね、結果いいのを繰り返すっていうのもありますけど、売れない商品がね、本当にどれぐらい売れないのか、どれぐらい売れないのか確認しても、しょうがないような気もするんですけど、このビジネスレポートの、バイエーシンディテールページセールス、トラフィックで、カートが何パーセント取れてるかはチェックできますんで、気になる方はこちらをご覧ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。